皆さんこんにちは。1988年に芸能界デビューし、1990年代初頭にかけてトップクラスのアイドルだった西田ひかるさん。生まれてから10年以上をアメリカ・ロサンゼルスで過ごし、帰国後はバイリンガルの才色兼備タレントとして活動しました。その後モデル、歌手として活動した後、俳優としての活動を本格化します。近年はベジタブル&フルーツマイスターの資格を取得するなど、マルチな才能を発揮しています。そんなトップアイドル西田ひかるさんが、なんと林家こぶ平さんが初めての相手だったという話があります。西田ひかるさんと林家こぶ平さんの間に何があったのでしょうか。西田ひかるさんは1972年8月16日生まれ、神奈川県藤沢市の出身です。西田ひかるさんは10年以上をアメリカ・ロサンゼルスで過ごして、帰国後はバイリンガルのタレントとしてデビューしました。スタイルが抜群だったため、グラビアでも大人気でした。そんな西田ひかるさんと関係を持ったとされる林家こぶ平さんは、1962年12月1日生まれ、東京都台東区の出身です。林家こぶ平さんは初代林家三平さんと海老名佳代子さんの長男であり、林家こぶ平とは全名で、現在は林家正蔵という大名跡を継いで噺家として活動しています。そんな林家こぶ平さんが西田ひかるさんの初めての相手だったという噂について、いろいろと見ていきたいと思います。まず、ことの発端は、西田ひかるさんと林家こぶ平さんは昔付き合っていたという話が始まりです。西田ひかるさんと林家こぶ平さんの噂は、あるタレントの暴露トークから始まりました。当時の林家こぶ平さんは、いじられキャラとしていろいろなタレントにからかわれる存在を一種の芸風として確立していました。一般公開のラジオでタレントの北野誠さんが林家こぶ平さんに聞いた時にポロッと言っちゃったのだそうです。ちなみにタレントの山瀬まみさんもテレビで、なんで付き合っていたんだろうと昔の自分のエピソードとして語っていたことがあるそうです。当時林家こぶ平さんはいじられキャラとは裏腹に意外とモテモテだったようです。どうやら西田ひかるさんとの関係性については、林家こぶ平さん自らの情報のようです。さすがにリップサービスとはいえ、一般公開のラジオで嘘を言うとは考えられないので、西田ひかるさんと林家こぶ平さんとの噂は本当の可能性が高いと考えられます。林家こぶ平さんがなぜモテるのかに対して、業界関係者は口を揃えて次のように述べます。ああ見えてこぶはモテ男、金はある、豆だし、芸能コネクションも豊富といった声が上がっているようです。まさに林家こぶ平さんは女心をくすぐるのが上手なタイプのようです。西田ひかるさんをも落としてしまう林家こぶ平さんの魅力、伝わる人には伝わるのでしょう。どうやら林家こぶ平さんはおとなしそうな顔をしていますが、西田ひかるさんとの関係を周囲に話しまくっていたみたいです。さすがにご自身から発信しない限り、失礼を承知で言えばこの噂が出てくることは皆無のような気がします。林家こぶ平さんの西田ひかるさんとの暴露話は、当時放送されていた関西の番組タカジンのバーという番組で最初に語られたそうです。林家こぶ平さんがゲストで出演して西田ひかるさんの純潔を奪ったという話を自慢げにしていたといいます。話をかいつまんで要約すると次のようになります。林家こぶ平さんが西田ひかるさんとのドライブ中にラブホテルの前を通り、何もしないからここで休んでいこうと言って誘ったそうです。林家こぶ平さんが誘うと、純粋で当時バージンで男を知らなかった西田ひかるさんは、ただ休むだけだと思って承諾してしまったのだと言います。そしてラブホテルに入ると、林家こぶ平さんが西田ひかるさんに襲いかかったそうです。ここで林家こぶ平さんのテレビとのギャップに驚く人もいることでしょう。当時西田ひかるさんとのスクープ記事はなかったようですので、林家こぶ平さんがわざわざ言わなければバレずに済んだ話です。当時の林家こぶ平さんのモテぶりが半端ではなく、西田ひかるさんや山瀬まみさん以外にもたくさんの芸能人の名前が挙がっています。
林家こぶ平さんと噂になったタレント3人目は俳優の有森也実さんです。当時トレンディドラマの常連だった俳優の有森也実さんも林家こぶ平さんの餌食になっていたようです。林家こぶ平さんと噂になったタレント4人目はタレントの高木美帆さんです。今や情報番組には欠かせないコメンテーターとして活躍している高木美帆さんも若い頃に林家こぶ平さんと関係を築いていたようです。林家こぶ平さんと噂になったタレント5人目はタレントの飯島愛さんです。以上のことから林家こぶ平さんはイケメン俳優並みの恋愛遍歴の持ち主だということがわかります。西田ひかるさんと林家こぶ平さんの噂については林家こぶ平さん自らが語っているという点からも関係は本当だった可能性が濃厚ですが、すでに何年も前のことですから今さら大きな話題にもならないと思われます。さてバイリンガルなアイドルとして脚光を浴びた西田ひかるさん、西田ひかるさんがアメリカで育ったのは父親の転勤によるものでした。13年もの間海外で勤務をするということは西田ひかるさんの父親はよっぽどの大企業に勤めていたのでしょう。西田ひかるさんの父親について調べてみましたが一般人ということであまり情報はありませんでした。噂によると日本ビクターに勤務していたと言われているようですが真偽のほどは不明です。西田ひかるさんの父親については信憑性が高い情報は得られませんでした。ですが少なくとも海外に拠点を持つようなおそらくは大企業に就職しており13年も海外勤務をしていることから結構上の地位だったと予想されます。芸能界では兄弟や姉妹揃って活動をしている人が多くいます。最近ですと広瀬アリスさんと広瀬すずさん姉妹や平愛梨さんと平優奈さん姉妹が有名でしょう。西田ひかるさんにも芸能界で活躍する兄弟がいるのではないかという話になったことがあります。その方とは石田ひかりさんです。名字も名前も一文字違いのお二人ですが姉妹ではありません。西田ひかるさんと石田ひかりさんは1986年から1992年まで放送されていた鶴ちゃんのプッツンファユという番組に共にレギュラー出演していました。同番組で共演した二人はリー&ヌーという愛称で大人気となりました。このことから二人が姉妹と勘違いした人が多かったようです。ちなみに西田ひかるさんは一人っ子で石田ひかりさんの姉は俳優の石田ゆり子さんです。さてここから西田ひかるさんの私生活を覗いてみたいと思います。西田ひかるさんは2001年に富士電機産業という貿易会社副社長の伊比茂樹さんと婚約を発表し翌2002年5月に結婚しています。結婚当時は副社長だった伊比茂樹さんも現在は2代目の代表取締役社長となっています。富士電機産業は昭和24年創業という伝統のある会社であり従業員数が76名ながら売上は80億円を超えています。半導体や電子部品電子機器などを取り扱う貿易会社で海外にも支店があるという大企業です。華麗な経歴の持ち主である西田ひかるさんには申し分のないお相手と言えます。そんな会社の社長であれば年収もかなりの金額になることは間違いありません。そのため西田ひかるさんはかなりの豪邸に住んでいると言われているようです。実際現在の西田ひかるさんは兵庫県の高級住宅街である苦楽園に自宅があると噂になっています。外観や内観がわかるような画像を探してみましたが見つかりませんでした。ですが夫の年収や西田ひかるさんのこれまでの活躍を考えると間違いなく豪邸に住んでいることでしょう。伊比茂樹さんのお顔がネット上で公開されていますが爽やかなイケメンで美人の西田ひかるさんにぴったりといった感じです。二人の出会いのきっかけは食事会だったそうです。伊比茂樹さんは関西出身のため関西弁でズバズバものを言うところが帰国子女の西田ひかるさんには新鮮に感じたようです。当時伊比茂樹さんはアメリカ勤務で二人は遠距離恋愛でした。それでも順調に愛を育み2005年にゴールインとなりました。伊比茂樹さんの趣味はクラシックカーレースとのことで夫婦で一緒に楽しむ姿がネットで公開されています。不仲説もなく夫婦円満なようです。結婚してから野菜ソムリエの資格を取り
栄養バランスの取れた料理を振る舞っているという西田ひかるさん。結婚後テレビであまり見かけなくなったのは家族のために時間を割いているからでしょう。トーク番組でも自ら夫婦のエピソードを語ることがあるので相当仲が良いのではないでしょうか。ただ夫が社長ということで後継ぎを望む声が強かったことが予想されます。しかしなかなか子宝に恵まれなかった西田ひかるさんは4年にわたり不妊治療をしていたそうです。その効果もあり2006年に長男をカリフォルニアで出産しました。一方2009年に出産した次男は日本で出産しています。社長夫人でもある西田ひかるさんなので子供たちをどこの学校に通わせているか気になる人が多いようです。一部ネットの情報では子供をインターナショナルスクールに通わせていると言われているようです。ですが以前西田ひかるさんが徹子の部屋に出演した際に日本の学校自体が初めてでと発言していることからインターナショナルスクールには通っておらず日本の学校に通っていることが推測できます。西田ひかるさんが帰国子女のため日本の学校事情がよくわからなかったという西田ひかるさんは日本での子育てにとても苦労したといいます。しかし周りのママ友たちに恵まれいろいろなことを教えてもらい助けられたそうでママ友同士の絆はとても深いと語っていました。2020年から BS 朝日放送の人生歌があるの司会をしており実に18年ぶりとなる音楽番組の司会です。2児の母となったこともあり2022年現在は芸能活動を抑え気味の西田ひかるさん。子供も大きくなりつつあるので少しずつ芸能活動を再開していくということもあるかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は西田ひかるさんの私生活を中心に深掘りしてきました。現在は子育てと家庭のことに専念しているようで本格的な芸能活動復帰とまではなっていないようです。ただ子育てが一段落した暁にはバイリンガルな能力を生かして再び活躍することでしょう。その時まで静かに待ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。